名古屋レディオネオ生放送でお送りしています。レディオディスコ、ライブミックスはパート2、ナインティーズパーランドの特集のパート2でお送りしました。ナインティーズ特集でお送りしました。いかがだったでしょうか。最高ですね。なんかのこの前オシさんが今年の、ね、お勤めの方、まあ、当然土日もお仕事の方がいらっしゃるんですが、うん、ウィークデーはこの日が仕事納めの方多いと思うので、うん、終わりましたら思いっきり一年を締めくくるディスコで、ホテルディスコで演奏してください。はい、キラキラなイベントですよ。 We love 80's Disco に聞かれた方はメールにディスコ行きたい、そしてあなたの名前、住所、年齢、電話番号を明記の上メールで応募ください。アドレスはいつものディスコ12月14日15日、会場は LINE キューブ渋谷にてエールジャンを開催。出演はライソマティクスリサーチ、イレブンプレイ、カイロマクドナルドにより完成されたディスクリートフィギュアズ、黒川良一、ロバート・ヘンケ、梅田博明、ファレイセスの5組。ミューテック JP でしか見ることができないパフォーマンスを繰り広げます。ミューテック MUTEK.JP のホームページをチェック。Hey, what's up? This is Porter. And this is Maddie. I'm Beck. You're listening to FM 897. チューリッヒの自動車保険はお客様の年齢、お住まいの地域、車種、走行距離など一人一人の条件に合わせてご提案する、あなた専用の自動車保険。例えばアクアにお乗りで50歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間31,220円、車両保険なしなら23,890円。チューリッヒにご契約いただいた方のアンケートによると、保険料が平均でおよそ1万9,000円。難しい保険用語もケアスタッフが丁寧にご説明いたします。0120-148-885 もう一度言います、148-885まで。Radio Disco. パパン、再び羽田空港からのお知らせです。羽田空港第1、第2ターミナルにて、羽田スカイルミネーション2019が開催しております。都会らしい洗練されたデザインで、ターミナル内各所に LED 装飾を施し、星がきらめくような動きのある空間を演出します。第1ターミナルの洗練装飾は、スノーフレークや星のオーナメントでクリスマスシーズンを演出し、第2ターミナルではトナカイやレッド、スネアが可愛らしい動物で彩ります。また国際線ターミナルは竹林のきらめきをコンセプトにしたイルミネーションが館内を装飾しております。今年の冬は羽田空港で大切な人とロマンティックなひとときをお過ごしください。The real music station. Enter FM 897. レディオディスコ、一年に一度のレディオディスコのバースデーコールの時間です。この時間にお届けします。今週の日、おめでとうございます。どうぞこれからも末永く健康な毎日お過ごしください。来週のバースデーコールは12月9日から12月15日までのお誕生日の方が対象となります。disco@interfm.jp メールでお送りください。 Radio Disco. Radio Disco. レディオディスコ、改めまして DJ オッシーです。時刻は午後4時4分になりました。続いては今日1人目のゲスト DJ、
DJ ワツシさんです。ようこそ。ありがとう、そのため。ご無沙汰です。もう本当こんにちはと本番のレディオディスコタイム、かなり光栄でございます。はい、9月にいらしていただいたのが確かこの前でしたよね。そうです、だから本当にご無沙汰しております。2ヶ月あっという間ですね。あっという間でしたね。先週かと思ってた、近かったです ね。9月はまだ暑くて、うん、はい、今回はもう冬っていう。そうです、もうクリスマス目の前、うん、まあなんだか日本ね、日が最高の国だったんだけど、なんかもう今2期だもんね。暑かったと思ったらみたいなさね。ね、どんどんなんかこう4シーズンがなんとなく見えなくなってきてますよね、なんかね。まあまあ冬はね、最高、日本のね冬は楽しい、キラキラ輝くね、何か夢のある。僕ね昔からこたつにみかんとかやっぱり最高好きで、いいです ね。これやっぱり日本の冬でしか味わえないんで、もう大好きです日本の冬。はい、こたつにみかんですよ、おじさん、はい、いいですねいいですね。でも私さ、あの先日のね、9月のゲストの時に、はい、ミュージック、はい、ミュージックで設立の話だとか、もろもろ含めて時間が全く足りなくて、ないですよねあれもうだってそれこそ、それはもうインスパイアネフトフロムネフト DJ オッシーのからですから。ありがとうございます。まずその話するだけでも10分ぐらい経っちゃうそしてね、ニューアルバムもリリースされて、はい、その話も含めて時間が25分であるわけないじゃないかって話で、はい、まあ今日にこうなだれ込んでるってパターンなんですけどね。これはねちょっと続くよ続きますね、続きます。歴史的なこうね、三国志みたいな感じですからね、もはやね、この話やりだしたら ね、私とディスコみたいな。そうですよね。でもその私とディスコという点においては、はい、ワツシさんのディスコ体験、はい、ダンスミュージック体験とか、はい、そのルーツはどんな形でですよね。もうあの、はい、先週もちらっとね、皆さんを敵に回すようなね、ディスコ大嫌いだったって、そう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 、だって気がついた高校時代から本当はもう髪を伸ばして、もう昔に70年代ですからね、ロンドンブーツなんて高いヒール履いて、はあ、ディープパープルやりたいなんて思ってたのに、はい、今日この曲ってね、そのバイトで入ったお店がまたまたまディスコで先輩に誘われて、そこタラタタタタタラタタタって、僕ベースなんで、うん、ほぼそれ弾いてますよ、うん、もっと髪とかせっかく伸ばしたんだ、こう髪振りに回しながらヘビーの汗かいてロックやりたいんですけど、うん、ディスコソング毎晩毎晩ディスコソング、はい、でリクエストとかね、ガンが来るじゃないですか、うん、もうそれで大してその頃なんで読めない譜面を必死に追ってやって汗かいたのか、経験かも毎日同じリフだけ弾かされる、それでうまくケロやってそういう番ですか、はい、30代のね、この当てたい気持ちはもう本当に、これはどんな山を任せますか。そうですね、はい、それでバンド活動を始められて、はい、そこからこう、DJ の道に、はい、僕ね、入るわけですね。そうなんですよ、ちょっとね、割と19歳かメジャーデビューって2回目したんですけれど、19歳でメジャーデビュー、はい、早かったんですけど、まあ早すぎて何も分かんないかな、まあいろいろ言われた通り、ディレクターの方や会社に言われて、なかなかそれはこれは違うなっていう体験をすごくしまして、うん、2枚目のシングル作るって時にディレクターからその後に呼び出しあって、君たちのバンドちょっとドラムがいまいちなんで、ちょっといいドラマーいるから変えないかって言われて、ビートルズかなと思ったんですけど、マリノス一筋18年間プレーした栗原雄三選手でしょうか。シャーレを大きく上げるシーンがありました。さあ、そして先ほど順位をお伝えしましたが、優勝マリノス、2位が FC 東京、3位鹿島アントラーズ、4位が川崎フロンターレです。3位のアントラーズまでアジアチャンピオンズリーグの出場権を得ました。いろんなのが好きだったんですけど、降格したのは17位。エスパルスが今日勝ちましたので12位に上がりました。
13位グランパス中央に、いわゆるチームの資金力で言えば上位にあるチーム、はい、この2チームが13位と14位に、ということになりました。で、大分が9位なんですね。これはよく頑張りました。この攻撃サッカー、ギルミコさんのビーナー賞用にちょっとこのビーナスって曲やりたいんで、打ち込めって言ってそのトラックを作ったり、またディスコみたいですけどね。あの三谷裕二さんの今ね、ああいうキャラでいろいろテレビのね、テレビ番組に出られてます。本当にミュージカル、劇団を持っていらして、今でもやられていると思うんですけど、オリジナルミュージカルをやられていて、その音楽を作るお手伝いをしたり、そういったのある種アルバイトのような裏方にいきなり回って、そういうアルバイトをしながらもずっとですね、どちらが上に上がるかと、まあ、大抵の圧倒的有利なシステムなんで、男は60回ローンでって言って、めちゃくちゃ考えてみればとんでもない金利しか払ってないんですけど、もう男の60回で毎月のように楽器を買って、友人の、まあ、リハーサルスタジオの駐車場スペースがちょっと空いてるから貸してくれると言って、そこにちっちゃなレコーディングの施設を置いて、